はい、こんにちは、プルメリ TV です。先日ね、ちょっとあの取り込むタイミングとか、室内に取り込んだ後のポイントについてお話をしたんですけども、その後ですね、先週か、先週ですねから昨日にかけて、結構株を健康診断に持ち込んでこられる方、多かったです。で、大半がですね、先端が腐ってきたっていう方が多くて、まあ、よく見るとね、先端が黒くなってね、それが腐り込んできて、まあ、あの下の方にどんどんと進行しているというような状態になってました。で、まあ、あのそれ取り込むまではすごく元気だったという方がほとんどで、まあ、よくよく見てみるとね、肌に、に食われている方、がほとんどでしたね。で、葉っぱを落として入れたから大丈夫って思いがちなんですけど、実はね、あの毎回、去年も一昨年もお話ししたかと思うんですけども、葉っぱがなくてもですね、新芽の成長点のあのツーンと立った葉の葉っぱの元の部分、そちらにも肌にが湧きます。で、意外とね、あの細かなところなんで見落としがちで、まあ、葉っぱもないから肌に湧かないだろうって安心している方が多いと思うんですけども、そこに肌にが湧くとね、まあ、まず最初の兆候は、ツンツンと立っている新芽がボロボロと黒くなって落ちてきます。で、あのもう数葉がなくなると今度は、ね、成長点の周りの、ね、柔らかい組織を、ね、肌にがもう集中攻撃するんですね。それで成長点が潰れてしまって、そこからバイ菌が入って黒く腐っていくと。で、特にあの今の時期水やりを控えている方多いので、成長期で、ね、水をジャブジャブ上げている時であれば下からこう水が上に、ね、こうどんどん上がっていくので、下からの圧力で上がちょっと腐っても下には降りてこないんですけども、水を上げないということはこう上に水が上がる力がどんどんもうなくなってきているので、上の方の、ね、成長点の先っちょが腐り始めると一気に下までずっと降りてきます。なので、まず、ね、あの今、もう一回プルメリアの株を見ていただいて、なんかちょっと先端がブラックチップのようなね、黒い感じに なり始めてるなと思ったら、まずね、家庭用のね、農薬、散布剤、スプレータイプの、まあ、花用のありますから、それをかけていただいて、ちょっと、虫の退治をすると。それから、まあ、あと一番いいのはね、定期的に、まずは毎日の習慣として葉っぱを落としたやつでも、朝晩葉水をかけてあげると、それから、ちょっとね湧き始めたなと思ったら、薬をかけてあげると。で、まあ、前回もお話ししましたけど、もうこの時期は、ね、予防に徹するということで、ベニカネクストスプレーっていうのがあります。で、これね、虫とかね、殺菌剤も入ってるんで病気の予防にもなるので、これをね、定期的にかけてあげるといいと思います。決してね、葉っぱがあるからといって、葉っぱがないからといって安心しないということ。それから葉っぱをつけたまま入れてる方は、とにかくね、葉水、これはね、朝晩かけた方がいいぐらいですね。1日1回だとなかなかね、虫、肌荷がもう湧き始めたという方は収まらないので、特に葉裏と葉の表と、ね、両側にかけてあげると。まあ、これはね、ここ屋外、うちはまだ、ね、12月までずっと屋外なんですけど、屋外に出しているプルメリアの葉っぱが元気っていうのは、やっぱり朝霧とか夜露を浴びてですね、まあ、それが肌荷防止にもなってるんですけども、潤いを与えるということ、それがありますので、まあ、葉っぱをつけて、ね、取り込んでいる方は、まあ、この前ご紹介したのバイオフローラシリーズなんかを葉水にかけてあげてね、まあ、3日に1回から1週間に1回ぐらいの間隔でお好きなタイミングであげていただいて構わないんですけども、まあ、そういったもので水分と栄養分を補給すると、いいかと思います。とにかくね、ちょっとここのところ急激にその肌荷による食害っていうのが増えててね、先端がおかしくなって腐ってきたという方、もう夏とか元気だったのに急激に来たのでびっくりしたなんて持ってこられる方が多いので、ちょっともう一度、先端を見つめてください。なんかね、ちょっと気になる株がある方は、とにかくね、こういう水やりが、少なくなる時っていうのは先端からの腐りって一気に降りてくるので、農園の方にね、株持参で来ていただければ、まあ、ちょっとよそで購入された株とかも関係なく見てますので、心配な方はとりあえず株を持って、農園に来てください。というわけでね、ちょっと開園後のバタバタで長くお話しできないんですけども、肌に注意報、病害虫警報ということで、お届けしました。また次回お楽しみにしてください。では。